中野都庁上後山撮影石川県道251号、滋賀六星線とは、石川県白衣郡滋賀町と鹿島郡中野都町とを結ぶ一般県道である。白衣郡滋賀町の上棚から南進し、美上山系をトンネルで越えて鹿島郡中の都町ののどぶ上に至る。路線名に含まれている六星とは、2005年まで存在した六星町のことで、ある。 国道159号鹿島バイパスの被災にし、交差点には、東剣道の方向に、野戸里山街道の案内標識も併設され、石川県道242号、被災六成線を経て、東剣道が高速道路網や、地域高規格道路網から外れた野戸部地区や、大地地交代を挟んでタイとなっている鹿島地区から能登、里山街道、上田屋ラインターチェンジへと接続する、 アクセス道路としても活用されている。徳丸峠大地地高台北側の美上山系、中部にある峠。標高は約100メートル。特に、のと部川が急カーブが連続する急勾配の坂道となっており、古くから交通の難所であった。1918年に、後山新道として福音が2軒の道路が設けられたものの、後山地区を中心とした住民が、 バス運行を可能とする道路を求める声を高めたことから1958年4月に期待した陸上自衛隊の部隊によって拡幅工事が行われた。工事の際に東峠から削り取った土砂は六星町立六星中学校の運動場整備に当てられた。その量は大型ダンプカー250台分であったものの改作された土砂の中には 大小の石が混在していたために、運動場としての用途をなさず再整備までに至ったという逸話がある。トンネル開通前までは、通年通行可能であったものの、トンネル開通後は、後山側からのみアクセスが可能となっており、のと部側は閉鎖されている。なお、路線バスは1961年4月21日に開通し、後日の美條山トンネルが開通するまでは、 東峠を経由し、頂上部には峠名である徳丸峠はステが設置されていた。美上山トンネル撮影美上山トンネル2003年に、竣工した中野都町、後山地区と道町の都部地区とを結ぶ美上山系を貫くトンネル。総幅員10.25メートルで、有効口は4.7メートル。自転車は歩道を通ることができるものの、 縦断勾配が4.0%となっている上、あと山口が最長部であり、野戸部方面へは下り坂となっているため、小山口には自転車は押して通るよう促す看板が設置されている。ありがとうございます。